西日本から中部地方にかけては雨のエリアが拡大しますでこの後雨空が広く活躍しそうですねそうなんですよ、えー、まだ雨の範囲比較的狭いんですけれどもね、うん、午後にかけて拡大傾向となります、はい、でその様子をまず天気図をご覧くださいこれ午前三時の実況図ですで西日本エリアすで、えー、に高気圧の、まあ、軸から見ますと後ろ側に入っておりまして、えー、湿った空気がだんだんと流れ込みやすくなっております、はい、まあ夜にかけては 日本海に出てくる寒冷前線、これがですね本州付近を通過することで、えー、さらに雨の範囲が拡大をしていくかというふうに見られます。はい、で現在の様子を見てみますと今は九州を中心に中国、四国の西部そして近畿や中部地方のところどころで、まあ、弱い雨が降っているといったレベルになります。 昼前後からはもう近畿でも再び降り出してきそうですし、うん、午後は東海、北陸地方でも雨のエリアが増えるというふうに見られます、はい、逆に九州北部や中国地方西部などは夕方以降雨の範囲がむしろ縮小していきますので、ね、こちらの方は外出、えー、の際の,の傘の置き忘れ、はい、これにはお気をつけください。でもう一つあるののが雨の強まりなんです、はい こちらあの特にですね。九州南部から四国西部にかけて湿った空気が強く流れ込みまして、大気の状態かなり不安定となる見込みです。うん、雷を伴った降りにも要注意となりそうです、はい。雨の降り方であったり、タイミングについてはウェザーニュースのアプリの方からご確認ください。